い、皆様おはようございます。幸次郎です。令和2年、4月の何日かな、24日金曜日、そうですね、また、コロナ問題ですね。岡江久美子さん、が亡くなられたということで、ね、コロナ、まあ、入院中にね、療養中かな、入院中に亡くなられて、発熱されて、まあ、ICU におられたということで、そうですね、ご冥福をお祈りしますが、まあね、テレビのタレントさん、まあ、志村けんさん、とか、亡くなられましたけど、その今のね時期って今日もそうですけど寒いですよね。気温がねだいぶこう下がったり上がったりなんですよね。先々週かな、ぬくい時があって、今週から、まあ、雨も降ったりして、冬型の気圧になったいうんでね、多分そういった抵抗力の弱い方やら、高齢者の方とか、やっぱり普通にね、やっぱ体に悪いんですよね、この気候が。まあ、コロナも相まって、なんでしょうけど、自然にやっぱり今の気候ってかなり、アップダウンっていうんですかね、それが激しいもんでね、それで結構、体調崩して、まあね、ちょっと渋滞になられたり、まあ、亡くなられたりするのが多いんかなって、なんか、まあ、そんな風には思いますけどね。まあね、ちょっと結構テレビとかもね、岡江さんのテレビとか見て楽しんだもんですから、本当にね、ご冥福をお祈りしまし、したいと思います。まあ私もね、やっぱりこんだけまあ、寒さが戻ってくるとね、だんだんこう、まあ、なんか鬱になるんですよね。なんか体がもう動かへんのんちゃうかとか、そうですね、まあちょっとね息が止まってまうんちゃうかとかね、なんかそういった、まあ、精神的にもちょっと弱ってくるし、まあ、体力的にも、で風邪をひく方もいらっしゃると思いますね、今ね。まあちょっとね注意された方がいいかなと思いますね。まあ家にねずっといるもんで、まあ家の中でもね結構寒かったり暑かったりっていうのがあると思いますね。家の中って結構床の方がねちょっと冷たくなって足冷やしたりね、でまあうたた寝とかがあるんですけど、まあ、そういったのもねちょっと注意した方がいいですね。会社に行った時はね結構気が張ってますからね、そんなこともないんですけど、家にいるとやっぱりちょっと緩むというか、あんまりそういうこと気にしないですからね。で、あと、まあそうですね。まあ暴飲暴食、普段は食べなかったりするものを、まあ食べたり、まあ例えばビール飲んだり、まあそんなもあるかもしれないんですけども、まあそういった、まあ食生活もね、まあ家に在宅、とかテレワークされていたらやっぱり生活のリズムが変わるんでね、どうしても体調を崩して、免疫力、下がるといったことがね
ぱりどうしても起こると思いますのでね、まあ注意というか、あんまり無理をしすぎないとかね、ちょっと気温の変化、まあ自分の体温の変化を注意なんですけど、気温の変化とかもね、気候、そこら辺もちょっと注意なさったらいいかなと思いますね。まあそうですね、まあ健康っていうのがね、やっぱりどうしても大事で、まあ健康が資本ですよね。まず、まあ、心身健康、体も健康ね、仕事に挑めるんじゃないかと、まあそう思いますね。そうですね、まあその代わりちょっと天気はいいですね。本当今日も青空でね、あ、これは気持ちがいいですね。これはツツジかな、ツツジの花かな、これね、ツツジがピンクやら白やら紫かな、咲いてます。綺麗ですね、この季節ね。そうですね、まあ今日も週末だということで、まあ元気にね、ちょっと出社して、また来週はテレワークもありますので、まあそこで何をするかとかも考えたいと思います。ではこの辺でいってらっしゃい。